からやりながら。はじめましての方もお久しぶりの方もこんにちは、双葉と申します。よろしくお願いします。私はさすがにあのダウンは出してこなかったんですけど、暑い久しぶりのあの午前中のここのステージなので暑いですね。黒いパーカーは間違ったかも。久しぶりに上田線、今日乗った電車があの地下鉄、交通局の車両でおって思いました。電車に乗って聞いてください。愛知県内名古屋を中心にいろいろなところで歌わせていただいております。正直な話ですね、もっとこの私の歌う時にはお客さんがふわっていなくなるかなと思って、あの椅子をかっぱらいに行こうと思ってたんですよ。いなくならなくて、
うわ椅子がないと思って、一般のところに置いてあった椅子を拝借しました。ごめんね、立ってやってください皆さん。というわけで本当にたくさんの方座っていただきありがとうございます。そうか、そっち側からだと皆さんの顔は今影になって見えてるので多分見やすいんですよね。私めっちゃ暑いんですけど、暑い。というわけで、なんかこうラジオ体操から始まってという朝一番から来ていた方はご存知だと思うんですが、私ね第二全然わかんなくて、ぴょんぴょんするやつとしかわかんない後ろで眺めておりました。というわけで次の曲に行きたいと思います。もっと今日はゆったりした曲を涼しいしやろうかなと思ってたら暑いじゃないですか。私だけかもしれないけど。というわけで元気な曲に変えていきたいと思いますが、1曲だけ静かな曲を聴いてください。この曲の作曲者さんがもう20年前にできた曲ではあるんですけど、なんか話を聞いたら横浜の方でタレント活動を再び開始したとかで、オリジナル曲を配信でリリースしたっていう連絡が来ました。当時の、ボーカルレッスンの友達なんですけど、確かに当時だったらそうやってオリジナル曲が配信で出せたらすごいすごい嬉しいなって思う。その気持ちはすごい分かります。おかげで私はありがたいことにたくさんの曲を配信 CD 等々で出させていただいておりますが、そんな頃もあったななんてちょっと思いながらこの曲を最近は歌っております。この曲カバーしてくれたら嬉しいんですけどね。では聴いてください。オネスト。Oh
ありがとうございます。